4月6日、某時刻、留置所、官房。ここ見たことあるな。ここに入るのは、これで二度目だな。すべての証拠品を奪われてしまった。私に残されたのは、三雲くんの、ヤタガラスのバッジのみ。三雲くんが心配だ。大丈夫だろうか。犯人は私なんです。私見下ろしてた赤いレインコートの人を。三剣さん、私だったんです。犯人はやっぱり私だった。面会だ。すぐに出なさい。ん？誰？面会？誰が？糸のこぎり圭介と名乗っている。拒否するかね。あ、会いに行こうよ。いや、少々会いづらいが。当日某時刻、留置所、面会室。そこで待て。む、立ち会いなしか？失礼いたします。あれ？三鏡裁判官。お静かになさいませ。どうぞ、椅子へ。なぜあなたが？私は刑事が来ると聞いていたのだが。そうでもなければそこに座ってくださらないと思いまして。今さら私に用があるとは思えないが、少し探ってみるか。なんで来たの、あなた。面会。そもそもあなたへの面会は制限されております。まるで凶悪犯罪者ではないか。私の信用も地に落ちたというわけか。あなたはもちろんお仲間も同様です。あの弁護士と少女はひどく興奮しておりました。信楽さんと茜さんか。先ほどお見かけしたときは看守様に暴言を。何？まさか。感謝なさいませ。法の神がご多忙であったことに。お咎めは特にはございません。世間話をする暇は終わりのようだが。そうそう、カルマ検事様は捜査を続けておいでです。ご心配だったのでしょう、彼らのことが。完全に見透かされているな。三鏡の目的、担当直入に聞こう。一体何を企んでいる。企みなどございませんよ。お聞きしたいことがあったのです。私に？ええ、もちろん。他に誰がいるのです。公正中立な評価として、あなたは賢く頭の切れる方です。検事としても非常に優秀な能力をお持ちでしょう。皮肉はやめたまえ。嫌味にしか聞こえない。いえ、本心ですよ。だからこそわからないのです。例えば今回の件がそうです。相手は検事審査会、歯向かったとしても勝ち目などない。子供でもわかることです。なのにあなたは
昔の自分だったら、こんな無茶はしなかっただろうな。かつての私には力があった。だから、自分が正義だと思っていた。今のあなた方のように。しかし、ある男によって私の自分勝手な正義は打ち崩された。私はそれ以来他人を見る目が変わった。私が検事の職を全うできるのも周りの誰かの支えがあってこそ。例えば糸のこぎり刑事や多くの捜査員、そして三雲くんもそうだ。正直、私でも驚くことがある。自分自身の変化に。なるほど、そうですか。あなたのことが少し理解できました。理解？そんなはずはない。他人に正義を押し付けるあなたには、決して理解できないだろう。どうでしょうね。そう思いますか？一つ言えるとすれば、今のお話は大変興味深かった。それだけです。最後になりましたが、お伝えすることがございます。審議の日取りが決まりました。今日はそのお知らせに来たのです。本日審議室にて謹んでお受けになりますよう。それだけなら伝言でいいのではないか。神聖なる神の言葉を余事に託すわけには参りません。それでは三剣賢治様、また後でお目にかかりましょう。同日某時刻、留置所官房。あ、動けるよ。ベッドの下から地下道を抜けようぜ。ここから調べよう。調べる。廊下に掲げられた張り紙が見える。毎朝サイコロを振り、出た目で一日の食事が決まるという。ドキドキサイコロゲームは、所長逮捕のため中止します。楽しみにしていた皆様に、心よりお詫び申し上げます。そんなくだらん習慣をやめるのに、詫びを入れる必要などない。所長そんなことやってたんだね。調べる。留置所で過ごしたからといって身だしなみはおろそかにしない。たとえ検事バッジを返上しても、これは私の本分だ。む、襟がわずかに曲がっている。これでよし。整った服装は心をも整えるものだ。ここから先はこれまで以上に気を引き締めてかからねば。服装の乱れは心の乱れという。調べる。机の上には食事のメニューが立てかけられている。自分で代金を負担すれば出前を届けてもらえるようだ。どれどれ。そうめん&冷麦ランチプラス100円でミニうどん追加。同じようなものばっかり入ってるけど。それ銀シャリ定食ご飯付き。今ならハンライスが無料でセットに。ご飯ばっかり。さして空腹ではなかったことに感謝したい気分だ。トイレは調べられるかな。便器の横に張り紙がしてある。
ただいまトイレットペーパーを全面的に切らしております。どうやって拭くんだ。どうかそれなりの覚悟を持ってご利用ください。覚悟とは一体どういう意味なのだ。こういう細かいところの調べるで出てくるテキストが面白いよね。外は見れないかな。調べる。窓には太い鉄格子がしっかりとはめ込まれている。そういえば、こんな鉄格子が出てくる映画を見たな。ヤスリを使って鉄格子を削り、そこから脱出を図るのだった。無論、私はそんなことはしない。ヤスリも持っていないしな。いや、ヤスリがあってもやらんぞ。ベッドの下どうなってんだろう。調べる。簡素なベッドだ。寝心地の良さなど望むべくもない。糸のこぎり刑事あたりなら大いびきで熟睡できるのだろう。あの刑事と仕事をする機会ももうないかもしれない。だがこれも私が自分で選んだ道。後悔はするまい。また面会か？あ、万歳だ。三雲くん。あ。無事なようだな。ひとまずは安心した。なんだか、涙ぐましいね。いつもの元気は、いや、元気を出したまえ。君は何もしていない。それは私が保証する。もう認めてください。私は人殺しです。そんなはずはないのだ。なぜ自分を信じない？何を信じればいいのです？だって何もない。何もないだと？そんなことはない。記憶を失う前の君は、半ば強引に私に関わってきた。結果、私の記憶に刻まれたのだ。そんな君の言葉や行動が、それは君が残した痕跡だ。何もないわけではないのだよ。その私が信じるのだ。君の無実を。だから、君も自分を信じたまえ。ありがとう。でも、ダメです。あなたまで不幸になってしまう。できれば消してください。一条三雲の記憶を。三雲くん。思い出すね。僕も若い頃は結構けなげで。これが、こんなものが、現実審査会の求める正義なのか？ああ、正義ね。どうなんだろうね。この男、どういうつもりだ？なぜここまで強引に物事を進める？いくらなんでも不自然だ。もしや、何か意図があるのか？悩んでる暇はない。ここは一か八か。それじゃあ、僕はこれで。待ちたまえ。三雲くんの逮捕はどう考えても不自然だ。何か意図があるとしか思えない。ちょっと、僕ってさ、忙しいんだよね。そこそこ偉いからさ、あんまり時間取れないよ。状況を打破するには、この男を突破口にするしかない。問いただしたいことは山ほどあるが、
時間も限られてくる。まずはなぜ逮捕を急ぐのか聞き出すとしよう。このまま言いなりになる気はない。この難局も切り抜けてみせよう。ロジックチェス開始。逮捕を急ぐ理由は？なぜそこまで逮捕を急ぐのだ。納得のいく説明をしてもらおう。説明？何を言ってるのかな。とぼけるな。このようなやり方はまともではない。ちょっと黙ろうね。自分の立場を分かっているのかな。つかない。様子を見ます。これで犯人を取り逃してみなよ。どうなると思う？どうなるというのだ。責任を取らされるんだよ僕が。そこのところ理解してほしいな。つかない。様子を見ます。おとなしくしてなさいって。悪いこと言わないから。断る。三雲君は無実だ。もうね、哀れでね、涙が出てくるよ。あ、諦めてくれないかな。せっかくうまくいってるんだから。うまくいっているとは？うまくいっているだと？妙な物言いだな。三雲君の逮捕をあなた自身が望んでいるように聞こえる。それも必要以上に。公平性を欠いていないだろうか。そうかい。そんなつもりはなかったんだけどな。みつるぎくん、考えすぎだよ。うまい具合にはぐらかされているが、三雲君の逮捕には大いに疑問が残る。捜査は十分だったのか。次はそれを聞き出すとしよう。些細な情報だとしても聞き逃しちゃならない。それがこの状況を打破する唯一の方法なのだから。あなたの独断では？捜査が十分に行われたとは言い難い。逮捕はあなたの独断だったのでは？おやおや、そんなに僕が偉そうに見えるかね。検事審査会会長、肩書きは立派だ。全く興味はないがな。ああ、はっきり言うね。ショックで涙が出そうだよ。悪いが、ごまをするのは苦手なのだ。僕に対してそんな口を聞いていると。検事バッジは永遠に取り戻せないよ。検事バッジなど必要ない。この際だ、はっきりと言わせてもらおう。私はバッジのために生きているのではない。立場など取るに足らないものだ。あなたにはわかるだろうか。若いな。人生の先輩として教えてあげないといけないね。君の言っていることがいかに甘っちょろいかをさ。目つきが変わった。こちらの質問にも今なら異なる反応が返ってくるかもしれない。チャンスだ。捜査に費やした時間は？
捜査にはどれだけの時間を費やしたのだろうか。いやー、実に生意気だね。さすがの僕もちょっとイライラしてきたよ。それは奇遇だな。私も同じだ。答えてもらおう。捜査は十分に行われたのか。若者はすぐに生き急ぐ。だからいじめたくなっちゃうんだ。すぐに後悔させてあげよう。まだ燃やしてる。様子を見ます。おや、おとなしくなったな。怖くなったのかい。あはは。ふっ、バカな。戦略を考えてるだけだ。泣き虫の老人からどうやって情報を引き出すかを。君も反省しないね。分かってるかい。君の運命は僕が握っているのだよ。様子を見ます。だいたいさ、仮に情報を得たってさ、どうしようもないじゃないの。諦めなさいよ。断る。だが断る。理由を一応聞いておこうか。簡単なことだ。真実が遠のく。それ以外にない。なるほど。君という人間がだんだん分かってきたよ。でもさ、無駄なんだよね。悲しくなるほど無駄なんだよね。あ、諦めたまえよ。彼女の有罪は決まっているのだから。決まっている。おかしな話だ。その言い方だとまるで最初から決まっていたかに聞こえるが。何が言いたいの。逮捕は仕組まれていた。そう、明らかに不自然だ。三雲君が犯人だと決めつけるように物事が進んでいた。三雲君の逮捕は仕組まれていたのではないか。なるほど、確かに面白い推理ではあるね。でもそんな空想に付き合ってるほど僕は暇じゃないんだよね。くだらないおしゃべりはそろそろ終わりにしようか。いかん、逃げられてしまう。その前に何としても逮捕の正当性を聞き出すのだ。ほんのかすかだが真実への道筋が見えている。この機を逃すわけにはいかない。まだ聞きたいことがある。待ってもらおう。まだ聞きたいことがある。もう喋り疲れたよ。手短によろしくね。根拠を提示したまえ。これまで聞いた話を総合すると、三雲くんの逮捕は根拠がないと言わざるを得ないが。はいはい、わかりました、わかりましたよ。でもね、どっちでもいいの。逮捕は覆らないし。無責任だ。それでも法に携わる人間か。おやおや、きついこと言うね。そろそろさ、僕も怒ろうかな。様子を見ます。正直さ、失
問にいちいち答えてられないよ。一応それなりの立場だからさ、僕も忙しいんだよ。忙しいふりではないのかね。ひどいね。ローターに鞭打って仕事してるのに。ふりってそんなことして何になるっていうのかな。事件のことを話したくないのだろう。事件のことを話したくない、だからこの場を離れようとしているのでは。悲しいね。うん、悲しいね。そんな疑いをかけられるなんて。私の中では疑いではなく確信だがな。三雲君の逮捕に明確な根拠はまるでないと。おやおや、忘れてないかい。証拠があるじゃないか。おめえに手紙、コサージュ、彼女の持ち物だ。加えて自供まであったじゃないの。これらすべてが彼女の犯行を証明している。それは反論する気かね。様子を見ます。ほら、何も答えられないだろう。確かに反論はないが、気になる点はある。この男、消耗品に関してやけに詳しかった。一つ残らず覚えているとは引っかかるな。手がかりになるかもしれない。まだ聞きたいことがある。待ってもらおう。まだ聞きたいことがある。もうしゃべり疲れたよ。手短によろしくね。判決を下したのは誰？逮捕の判断を下したのは誰だろうか。あー、いや、覚えてないな。歳は嫌だね。記憶力がなくなってさ。あの手がかりを使ってみるか。証拠品を覚えていたではないか。とぼけないでもらおう。証拠品のことは詳しく覚えていたではないか。都合が悪い時だけ年寄りのふりをするのはやめたまえ。さあ、逮捕の判断を下したのは誰だ。なるほど、鋭いね。うちの息子に見習わせたいよ。ほんとバカだから。う息子などに興味はない。逮捕の判断を下した人物は誰だ。一柳くんかわいそう。君も人が悪い。分かっているのだろう。逮捕の指示を下したのはもちろんあなただ。今目の前にいるあなただ。間違いない。参ったな。その言い方だと僕が不正を働いたみたいじゃないか。その疑いは解かないとね。僕の保険に関わるもの。いいよ、君が納得するまで付き合ってやろう。肝心なのはこの男がどこまで事件のことを知っているかだ。それを聞き出せれば。ここが正念場だ。乗り越えた先に真実がある。やけに詳しくないだろうか。事件についてかなり詳しいようだが。
僕は賢いからね。大抵のことは知っているよ。今回の三雲くんの逮捕は賢い行動とは言えないな。まだ様子を見る。僕は忙しい身なの。こんな会話さ、いつでも打ち切れることを忘れないようにね。時間がかかっているのはあなたが質問に答えないからだ。正確に返答してもらえれば時間は取らせない。改めて聞こう。事件について詳しかったのはなぜだ？事件の資料を読んだのさ。正直めんどくさかったけどね。仕事だからしょうがないけど、立場があるからね。サボれないの。まあ時間はあったから全部読み終わったけどさ。さっきは忙しいと言っていたが。おかしいな、先ほどは忙しいと言ってなかっただろうか。だんだんボロが出てきたのではないか。自分の立場を守りたいのであれば逮捕の取り下げをおすすめする。ほんと必死だな。諦めない姿勢は胸を打つね。でもね、残念だけど無駄な努力だな。現場近くで気絶してる姿を発見されちゃね。気絶してるところを見たのか。彼女が発見された時の様子はこれまで耳にしたことがない。彼女はあの倉庫で気絶をしていたのか。そうだよ、情報源は秘密だけどね。この男は私が知らないことまで知っている。事件の全貌を理解しているのでは。そうなるとね、これは手がかりになりそうだ。三雲くんについて。容疑者、つまり三雲くんについて。あなたはどこまで知っているのだろうか。この事件の容疑者、それだけしか知らないね。本当に本当。あの手がかりを使ってみるか。事件の全貌を知っているのでは。あなたが話す内容には違和感を覚えた。現場の捜査だけでは知り得ない情報を知っていた。なぜだ。どこまで真相を知っているのだ。あはは、またそんな威圧的な顔をして。ついつい僕も同じような態度を取りたくなるね。こんな感じ。様子を見ます。しかし本当しつこいね。そこには感心しちゃうな。それは褒め言葉として受け止めておこう。もういい加減にしてほしいな。歳だから体力少ないのよ。犯人は赤、彼女以外にありえないじゃない。犯行を示す証拠品をあれだけ持たされていたんだもの。持たされていた？だと？持たされていたとは気になる表現だ。まるで三雲くんの意思ではなかったように聞こえる。なるほどね。
細かいところによく気づく。さすが元天才検事だわ。もう君の中で答えは出ているのだろう。聞いてあげるから言いなさいよ、もったいぶらずに。ようやくこじ開けたぞ、真相への重い扉を。あとは最後の一手打ち込むだけだ。三雲くんは犯人ではない。三雲くんは犯人ではない。いやいや、その主張は無謀でしょう。ただ声高に叫ぶだけなら誰でもできるよ、元天才検事くん。あの手がかりを叩き込むのだ。真犯人は別に存在する。三雲くんは濡れ衣を着させられたのだ。彼女を貶めようとする真犯人が別にいる。神々で申し訳ない。それが私の答えだ。それは燃えるわ。あ、消した。頭いいね。検事バッジを剥奪したのがちょっと惜しくなるよ。そう、君の言う通りさ。チェックメイトだ。ロジックチェス成功。